いですからね、縮れ毛とか私に好きにして興奮してるくせに足しっかりネイルしてる。やめてよ、見ないで。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、これブラジルの公園か。おかみの登場。あ、よろしくお願いいたします。あ、そう、あれあやっぱりよかった、どうもしっとり登場するのかと思いました。いやあのさ、はい、ちょっとここね、もう私一回タイマン森本ね、はい、に対しての言っていい、タイマン、タイマン森本君に対して提言、え、提言、提言、うん、提言って何、ピンときてないね。全然いいです。いやあのね、来た来た来た、2年ぶりに白木が帰ってきた。タイマン森本に、いやあのね、はい、もう私はもう1回目の時、はい、1回出た時にね、もう全部出し切ってね。あ、そうなんですか。もうね、丸腰よ、正直。あ、本当だからもうね、一応旦那には言った。なんて、もうね、今日は本当に帰れないって、ちょっとあの枕営業だって伝えて。やめてください。本当に変に伝わっちゃうとかじゃなくて、変に伝えてますよそれ。いやでもちゃんと伝えて、はい、まあ旦那もあの、はい、あの張り切ってどうぞって言ってた。なんでだよ。そうなんで MC みたいな。昭和歌謡 MC じゃないですか。いや本当本当大丈夫だって言ってたから、まあ今日はね、はい、もう本当何好きにして。好きに、私のこと好きにして。ただただ面白いだけっすね。はい、面白い以外ゼロですね本当に。はい、興奮してるくせに足しっかりネイルしてる。やめてよ、見ないで。ちょっと聞いてくれる、可愛いネイルしてる。やめてよ、ちょっと見ないで。なんでキュートなんでしょうか。いや本当にね。いやだって靴脱がないと思ってたの。男かな女かなじゃないですよ。いや男かな女かな、女性じゃないのこれ。いやでも、まあ、男性だってネイルしますからね。いやしますけど本当に。いや、まあ、まあまあ、あのね、はい、ちょっと今日はね、はい、あの私の特技とかもね披露したいなと思って、そういう場でしょ。あのね、久々見るハリセンだ。そう、一応用意したのよ、はい、僕が持つんですか。そうそう、はい、あのね、私本当に特技があって、はい、プリンセスプリンセスのダイヤモンドをね、はい、っていう曲があるじゃない、はい、あれをね、打行だけで歌い切るっていうことができるのよ。もしできなかった時、これでぶん殴っていいから。嫌ですよ。いや、できるよ、できるの、はい、本当はできるの、はい、じゃあちょっと、はい、プリンセスプリンセスの、ダイヤモンドを、はい、打行だけで歌い切ります、はい、ミュージックスタート。チャンチャ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 ン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 、ダディドゥデダディツデダディドゥデダディツデダディドゥデダディツデダディドゥ、全然すごくね。ダディドゥデダディツデ、全然すごくない。ダディドゥデって言ってるだけだもん。ダチツで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 、もう叩きたいもんな、だってダチツで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 ダチツダチツダチツでドン、ダチツダチツダチツでドン、もうできるもん。ダジズダジズダジズでどダジズダジズでダジズでダジズズってどダジズズってどダジズズってどダジズでど、来るぞサビが。ダイヤモンド。そうです、大丈夫ですか。歌えてなかった。普通にダイヤモンドって言ってました。ダイヤモンドって言ってた。すみません、あの、あまりに左右に動くもんだから一番痛いこのかすり。大丈夫でした、ごめんなさい。大丈夫でした。全然痛くないよこんなの。すみません、ハリセンだからね。ごめんなさい。護身術習ってんの今。あ、なんかそれ聞きましたよ。だからまあ本当に森本くんが私にこう倒そうとしてきても、私はもう本当に、うん、もうすぐ大丈夫。自分を自分キレ悪いっすね。自分を守れる。はい、こうやって胸ぐら掴んできたらどうするんですか。ちゃんと掴んでくんないと。いや、ダブルか。
あんまシングルないだろ。いやだってこっちの方がない。じゃあいいんすか。うん、じゃあ、はい、じゃあ胸ぐら、胸ぐらをつか、はい、掴んでくるね、はい、もっと掴むって言ったらもっとちょ注文多いな。どうすればいいんですか。こうすか。私の方に来るでしょ、はいはい、こうか。ちょっとすいません、はい、護身術出しちゃいました。ちょっと条件が多すぎますって。もうなんかちょっとさ気分変えてさ、トークでもしよう。サイコロ使うね。サイコロがあんね。手作りがすぎるぜ。これちょっと触るとベタベタするんだけどね。なんでですか。じゃあ私から行く、はい、ちゃんちゃんちゃん、はい、何が出るかな、何が出るかな、どうだ、てててててんてんてててて、はい、不思議な話。わーお。合ってます、リアクション。わーおでしたっけ。わかんない、不思議な話って。不思議な話ね、はい、じゃあ私から行くけど、はい、お願いします。あのね、コンビニの ATM でお金を下ろしたら一万円札にうんこがついてたんです。はい、なんで、はい、次行きましょう。いや、いけるか。次行こう。なんすかそのトーン。はい、次、はい、触りたくないだろうけど触って。あ、そうすか。やだ、毛みたいなのがついてた。やだ、もうこれここの稽古場の毛の可能性もあるからね。なんでこっちの責任しようとしてんすか。手にくっついて、いや最悪だね。手にくっついて取れない、ね、ちょっとだね。ちょっと見せてくださいよ。グルじゃねえんだよ。出来事的にはこっちだろ。じゃあもう代わりに投げてあげるよ。じゃん、何が出るかな、何が、あ、出てきた。よくそれ忘れるな。はい、びっくりした話。わお。あ、いいですね、はい、びっくりした話。なんだろう、ある、びっくりした話。ないなら私喋ってもいいよ。ないなら。なんかパッとは浮かばないな、うん、じゃあ私が喋ってあげよう代わりに。あのね、コンビニの ATM でまさかお金を下ろしたら、ま、この紙の句は一万円札に何がうんこがついてた。いや、エピソードの SDGs やめてくださいよ。おー、うん、腹立つな。負の感情しか芽生えなかったです、今の。出た、待って、例えば恋の話だったら別の話で出ますよね。そりゃそうよ。本当ですか。恋を、はい、恋を出します。はい、何が出るかな。あ、もう出なそう。あ、ちょっと、ああ、あ、今蹴った、蹴らなかったら、あ、来た来た、あ、ちょっと待って、うん、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、これブラジルの公園か。惜しい、惜しい、惜しい。手作りサッカーボールでサッカーの練習するブラジルの公園少年じゃないんだからさ。出た出た、出ました、恋の話。来た、略して恋バナ。決まりました。決まりましたね。よっしゃ。いやー、恋の話したかった、ね、これは ATM から遠いですからね。遠い遠い、これは遠い。いや、あのね、好きな人とデートするってなった時に、あれちょっと待ってと思って、お金私持ってないじゃん。ふざけんなよおいってなって、なんだよこの台。もうしゃあない、しゃあないと思って、コンビニの ATM で、ね、何回転してんだよこの台。お金下ろしたらね、うん、1万円札に、うん、うんこがついてました。大女優か、まあ。じゃあもうトークはもうなしね。もうそんなこと言うな。なしにしましょう。ちょっと一服しよう。あれ、タバコ吸うんでしたっけ。うん、吸う吸う。おう、うん、嘘でしょ、令和5年にココアシガレット。ちょっと多少舐めてるでしょ。いや、多少どころじゃないですよ。え、私のこと舐めてるよね。いやいや、全然舐めたら、あの、はい、本当ね、根性焼きするからね。嘘、やばい、あ、自分にやっちゃったよ。これ何ですか。自分にやるっていうやつやりたかった。お笑いを始めた2人。お笑いというものをあーっていうのをやりたかったの、一回やれたのでも十分です。
じゃあちょっとさ、私がなんか今からモノマネをするから、はいはい、そのモノマネを当てるクイズをやろう。ああ、わかりました。簡単なやつからいくよ。お願いします。徐々に難しくなっていくからね、はい、いくよ、はい、またちじれ毛ついてませんでした。ちじれ毛だった今。いや、わかんないけど、なんか毛みたいについてる。もうすごいチェックしてくる。勘弁してくださいよ。何ちじれ毛を軸にお送りしてるんですか今回のタイマー。いや、私だってそのつもりはないのよ。私だって嫌よ、ちじれ毛のイメージつくの。おないですからね、ちじれ毛とか私に。まあ、ちょっとそれはそれでなんか違う感じになっちゃうか。ごめんなさい、今の忘れてください。恥ずかしくなっちゃった今の。そうっすね。違うの、そういうことじゃないの。違うの。違う、その。そういうこと言いたくて言ったんじゃないの。アイドルとかがやって成立するやつですよ今。このくだりは。バラエティでアイドルが、ね、そんなつもりなく言っちゃってMC の芸人さんがわーみたいなんで、頬をあからめて可愛らしいなで成立するやつです。気持ちわかりますけども、はい、じゃあちょっとやります。ウィン、うん、当ててください。今の簡単でしょ、たまに夕方のニュースとかで見るコンビニ入ってきちゃった、うん、鳥。どっちがどっちだったかなじゃないんですよ。惜しい惜しい。いや、まあ、一旦店に入るが、はい、なんか違うなと思って店を出る単調鶴。わかるか。いや、まあでもていうかほぼ合ってない。いや、だから惜しい惜しい。じゃあ次、あ、立ってやるか。知らないですよ。より似てる方にしてください。なんですかその言う。立ってやるかな、うんうん、伝わる、どっち、うん、ごめんなさい、新ネタ下ろしてます今。あ、何？100回作りました。終わったの？もうじゃあそれだけやります。でもどっちの方が伝わるのかな、うん、じゃあそれみんなで考えましょうよ。あ、ダメだ、立ってじゃなきゃダメだ。動けない、寝転がったら動けない。え、どういうことですか。お腹前進とかできなくなっちゃった。できないね、今気づいた。お腹前進さ、今こうやってうつ伏せになった瞬間、うん、そうそう、いけなかったってことですか。そう、動けないな。え、どういうことですか。もうちょっと やってみてください。動けない、意味わかんない。ダメかもしんない。わかった、死ぬ間際のゴキブリ。違う、だから。そんな悲しい事実とともに終わっちゃいましたね。もう変えなきゃいけないの。いや、まあいつでも帰れる一応ゾーンにはなってます今。みんな帰るの？一次会終わりじゃないんで。また来るよ。あ、また来てくださいますか。感情どうなってんだあの人、大丈夫かな。